皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー楽しく元気に爽やかにいやらしくやっていきましょう。今回の最初のコースは迫り来るファイヤーパックンのお城ということでございます。注目の難しいからゆっくりしゅんしゅんさんという方のコースで、クリア率が 6.66%、 なんとまがまがしい。このクリア率は早く変えてやる必要があるんで、私がささっとクリアしてやりましょう。迫り来るファイヤーパックン、まあね、モフさんもくるくるディナーに比べれば楽勝でございましょう。あ、でもそれとはちょっと違った感じなんだね。あのパックンの上に行けちゃえば楽勝な気もするんだけど、もうダメージ食らっちゃったぞ。あ、そっか、パックンの、あ、やばいやばい、危ない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 、あ、キノコが全部落ちていった。でも中間があるんだ、だったら OK よ。お邪魔しマリオ。そしてファイヤー取ったら、ペペ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 ペ、倒せないかなあいつら。でもあのパックン使うことになったら怖いからな。ほい、怖いよ。ここはワンダメージ覚悟のゴリゴリでいくしかない。でまた3体来るのね。花ちゃんの上でキープはできない。どうしようどうしよう、こっちに逃げたけど大丈夫かな。とりあえず花ちゃんはこっちには来れないはず。あとはゴールがもう近そうなんだけど、ゴールできるか。来たー、いいね。ファイヤーパックンが3体が額縁っぽい中に入ってたけど、すぐに落ちてった。よし、最初のコース一発クリアしたよ。これで 6.66% じゃなくなったね。皆さんも安心して遊んでください。迫り来るファイヤーパックンの城、かなりゴリゴリしましたけど無事クリアです。はい、それでは次はこちらのコースを遊んでいきましょう。爽快ランコインをたどれ、フローザコインズ。モバブラウンさん、クリア率約 3.3%、 ベストタイムが20秒ぐらいだったかな。割と短いコースなんでしょう。楽しみですね。スピラン大好きですよ。ただコインを取り逃すときっとクリアできないんだろうな。1、2のサンガリアかな、これは。サンガリアだね。オッケーオッケー、任して。次で決める。いや、まずはさすがに無理だね。2のサンガリア、あ、もうちょっと手前に着地しないとダメか。結構ここでやられてる人多いです。1、おお、今度は手前に着地しすぎた。この微調整が意外と難しいよ。1、ほら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 、もうちょっと奥なんだけどね。タイム制限はでも200秒あるから時間は気にしなくていいんだ。やっぱりコインをうまく取っていかないとやられちゃう感じかな。1、2のここ注意注意。お、来た、詰まっちゃったですよね。ラーメンタンメンワンタンメン、ラーメンタンメンチャーシュー麺、上、ここがね、ブロックにぶつかっちゃうんだな。なんでだろうね。なんでだろう。今度は走っていくよ。変なジャンプはしないよ。サンガリアしてゴールでしょう。オッケー。いや、意外と苦労した。結構なんか S 失敗してる。さあタイムはどうだろう。まあ変わらないよな。出だしのバネでスタートするやつもやってないし、んー、ちょっと及ばないか。爽快ランコインをたどれ、ノバーブラウンさん、ありがとうございます。はい、それでは今日のラストはこちらのコースを遊んでいきましょう。今回は国内難しいいいねランキングから、みんなが楽しめるパックンの30秒スピードラン2、スピラン丸さんということで、お名前からしてスピランコースいっぱい作ってそうな感じがしますね。サムネもパックンが色とりどりで綺麗になってます。早速遊んでいきましょう。パックンがいっぱいということは、まあ、スピンジャンプを使う回数が必然的に多くなるんだとは思うんだけど。なるほど、バネで弾かれて左に大きく戻る感じね。了解了解、頑張ってやっていくるよ。頑張ってやっていく。よーし、登った。ここもスピンじゃなくても大丈夫だったけど、ここ三段ジャンプだね。あんまりスピンを意識しててもダメっぽい。うん、ここをバネスタートはやめておこう。あの土管から戻ってくるのかな、どっかで。
そんな感じかな。よし、次なんだっけ。ブラパーを越えてからの三段ジャンプっぽかったけど、なんで踏めないのさ。はい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 、次次次次、この先三段ジャンプなんか知んないけど叩けない。三段ルーで、やっぱりスピンジャンプだよね。そうだよね、バックンのスピランですからね。ほい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 、今のなんか猫パンチのリズムがとっても大好き。1、2のサンガリアで、扉に入ったら次スピンジャンプ、クロリン連続クロリンしてのパウを投げて、次もまたスピンジャンプじゃなくて目指さなく感じもしたけど、おーパウを叩けなかった。間に合うかな、残り5秒。あ、ゴールだった、よかった。多少のミスだったら大丈夫っぽい。親切設計で助かった。イエース、みんなが楽しめるパックンの30秒スピードラン2クリアしました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるクール。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。